欲しい。俺にも。おい、凪。俺のこと、ちゃんと見てろ。お前に選ばれなかったあの時より、俺は少しだけ強くなった。お前の隣は、そこだろ、凪。使えねえ坊主にしてやる。気の重心をずらして、トップスピードで、これがナンバーファイブ。雪宮剣佑。こっち使え、雪宮。そっからミドル。でも、コースねえぞ。なんだあの軌道。急激に打ちながら外に逃げ、吉野超次元の共演。やっぱりお前はもう、俺の知ってるお前じゃ。あの強力なシュートをピンポイントで。あれは連動じゃなく、スーパープレイをぶつけ合うことで高め合う関係性。俺のレベルじゃ届かない。俺じゃもうお前を満足させられないんだな、凪。やる気なさそうに俺のパスを受けてた頃と、やっぱりもうお前は、やっぱりトップ6は別格。このスペックで俺はどうやってトップ6に立ち向かえばいい。届くかよクソ。世界一のストライカー、あいつだからきっとこんなにも眩しく見えるんだ。マジくだらねえ。いや、全部脱ぎ捨ててバカになってやる。どれだけ伸ばしても、俺が99点止まりなら俺の才能だと勇気を持って開き直れ。器用大富豪と呼べ。俺の力をもってしてお前らと渡り合うために。出さねえよ、凪。お前がブルーロックで変わっていくように、俺も何色にだって変わっていく。これが俺の新しいスタイル、カメレオンだ。見かけレオの答え。やっぱまだトップ6に勝ちきるまでは通用しないか。負けちゃったね、レオ。でもまだ足りねえだろ。